ああ、祭りって結構人いっぱいいますね、ティモさん。いやー、ほんともうめ、もうこれじゃさ、もう、暑くてたま、な、なんか、あれなんか、あそこ何ティモさん、足元見てください。足元かティモさんの、ほら、あの、ズボンの裾、握ってるなんか、お子さんがいますよ。なんだこの年齢層いた顔した子供は。ちょっと先輩。坊や。あ、いいですね。坊や。どうしたの？誰？ママは？これは迷子ですね。どうしましょう。迷子か。まあ人多いしね。え、君名前はなんて言うんだい？え、何？あなたの。あなたろうか。あなたろうくん。3歳。あなたろうくん三歳。顔大人っぽいからもうちょっといってると思ったけど、3歳。よく言われる。よく言われるんだね。ママとパパ。ママとパパどんな人、どんな人なの？教えてくれるかな、お兄さんたちに。髪が、髪が、青くて、髪青いんだ。黄色い線が入ってる。黄色い線が入ってる。青くて黄色い線が入ってる。それって僕と同期だったりする？特徴的な。違うか。実際パパはどんな感じ？パパは黒くて、黒くて、耳がある。耳がある。耳がある。上に。それって悪いことしてたりする？その人って。お金いっぱい持ってる。お金いっぱい持ってる。お金いっぱい持ってるか。すごいカップリング生まれたな、今。アソシエってこと？そういうことじゃないね。まあまあとりあえずちょっと探しますか。どうしよっか。どでもこの人を見たらなかなか。大丈夫、虐待とか受けてないかい？もう大丈夫、お家帰りたくないとかじゃないよね。お家帰りたい、帰りたいね。帰りたいね。ママに会いたい。ママに会いたい。ママに会いたいね。ママに会いたい。どうしましょうか。でもこの人混みだとなかなか。じゃあちょっと推理しよう、どこにいるか。推理、ちょっと証拠聞き出して、なんかその痕跡を聞き出して推理できるんじゃないかな。なるほど。ママってどこ行きたいって言ってたとかわかる？ママは太鼓叩きたいって言ってた。太鼓叩きたい。か、ちょうど今どんどん鳴ってるから。鳴ってる。あ、テモさん見てください、あれ、あの上、あの音、盆踊りのその真ん中で太鼓叩いてる、あの人、青い髪に黄色の線入ってるよ。入ってる。あれママじゃないですか。あれママでしょ、あれ。見えない。見えない。ちょっと、俺がね、あの、背高いから。大賀兄ちゃんがちょっとあの、肩車してくれるからね。割と成人男性みたいな重みがあるな、これ。下駄が重い。どうだい、見えるかい。ママ。あの、太鼓叩いてるママ？遠くて見えない。遠くて見えない。じゃあもうちょっと飛ぶか。どうだい？あ、ママだ！ママだ！ママいたね。あ、いた。じゃあちょっとこのまま、あの、運んでくね。おぉ！大賀さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？ママを見つけるためだよ。さ、行きなさい。手のひらにこう乗せて、はい。ありがとう。ママのとこにお帰り。ありがとう、お兄ちゃん。もう迷子になっちゃダメだよ。おじちゃんじゃない。もう迷子になっちゃダメだよ。よかったね。じゃあこれでママとね、これからも幸せに暮らしなさい。バイバイ。さよなら。バイバイ。なんとか親が見つかってよかったですね。いや、よかったね。いいことした。じゃあ、俺たちも祭りをまた楽しみましょうか。そうだな。